日本の映画監督の西川美和です。今回ご紹介する映画は素晴らしき世界という作品になります。13年間刑務所に入っていた男が社会にある時出てきて、それでごく普通の暮らしを取り戻すためになんとか努力をするんですが、仕事を得るにもいろんな障害にぶつかり壁にぶつかり七転八倒していくというストーリーです。主人公の三上正夫という男を演じてくれるのは、役所広司さんです。人間らしく生きていくためにどんな社会に私たちがしていけばいいのか、どういう社会だったら人が人らしく生きていけるのかということをこの作品を通して感じていただいたりできればなと思っております。皆さん楽しんでください。